BAMBI どうも、バンビです。はい、ということで、あ、ちょっと忘れてた存在を忘れられたんだけど気を使わなすぎて忘れてた。帰ります、あ、ちょっと勘弁してください。コラボなのに。もう一回、もう一回、いくよ。 BAMBI どうも、バンビです。そしてハロハロ、こんにちは、ゆんです。はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、まあ、本日やっていくのは、まあ、異性の兄弟あるある。これね、みんな非常に気になると思うんですよ、いない人はやっぱり。いや、もうとにかくね、ツインテールしろって言われたんですけど恥ずかしい。いやいや、これは男の兄弟しかいないやつからするとやっぱりその妹とかお姉ちゃんっていうのはやっぱりもうそのツインテールなのよ、うん、お姉ちゃんちゃう。お姉ちゃん、そう、妹。まあ今日はそう、兄、お兄ちゃんと妹っていう。あ、もう妹イコールツインテールはテンプレなんだ。そう、テンプレだから、もうアニメでしか知識ないから俺ら。だからそのなんていうの、異性の兄弟がいたらなんかその好きになっちゃうんじゃないかなとか、なんか変な関係になっちゃうんじゃないかなみたいな、めちゃめちゃ不安なんだけど。男ってバカね。いや、これ男だけじゃないって本当。だって女の子もさ、女兄弟しかいないと要はさ、かっこいいお兄ちゃん欲しいみたいな、うん、あー確かに言うじゃん。確かに、かっこいいお兄ちゃん欲しいもん。だからかっこいいお兄ちゃんいたらどうよってなるでしょ、なんか。あー、他の人好きになれなそう。そう、なんかそんな感じになりそうじゃん確かに。そう、だからもうアニメの見過ぎなのかドラマの見過ぎなのかわかんないけど、うん、今日はそこら辺をね、まぁ、あ、ちょっとあの異性の兄弟がいるユンちゃんにいろいろ聞いて、はい、ちょっとリアルなのやっていこうかなと思っております。半分俺の妄想入ってるけどね。ということで早速やっていこ う。異性の兄弟あるある、兄に趣味が似る。あー、もうクソ、あー、もうまた死んだよ、もう。あー、イライラする荒野行動。クソ。ただいまー。おかえり。なんだよ、こいつらマジで。みーちゃん何してんの？荒野行動だよ。ゲームやりたい、貸してよ。ダメだ、お前女子供がするゲームじゃねえんだよ。いいから貸してよ。どうせすぐ死ぬんだから。あ、行け、こせ、こせ、後ろ持ってけ。よし、ゲームだけど、よっしゃー。俺の妹半端ないって、こいつ半端ないって。後ろ向きなのに敵のことめっちゃ察知するもん。つーできんやん、そんな。できるんやったら言っといてや。はい、キュータッチハチキルドンカツ。シンプルや、全部シンプルや。異性の兄弟あるある、妹の男絡みに厳しい。あ、今週の日曜日、うん、全然空いてるよ。え、どうする、どうする。いやー、ラスト1巻ジャンプ変えてよかった。今週のジャンプなんかでけえな、ちょっと。え、お泊まり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 、男か、それ。おい、男か。ちょっとお兄ちゃん、うるさい。今、彼氏と電話してるんだけど。彼氏？お前、どこでそんな発さない言葉を覚えたんだ。静かに。変われ、一回。ね、やめてよ。ダメだ、お前、ちょっと。ちょっと待ってね。お兄ちゃん。後でかけ直す。後でかけ直す。ダメ、ダメ、ね、はい。ちょっと。はい、もしもし？君何歳？君いくつ？ 17！ もうやめる。妹の3校上。君は恥ずかしくないのか、そんな年して。もうやめて。ロリコの野郎だ。ちょっと、やめろ、やめろ。本当にやめて。あ、君国籍はどこだ？アメリカ！アメリカに帰りなさい！異性の兄弟あるある、兄の彼女からライバル視される。え、今から？今から、さすがちょっときついって。分かってくれよ。お兄ちゃんまだ？はい、ごめんごめんごめん、ちょっと待って。早く。いや、今日さ、妹と二人で買い物行く予定なんだよな。え？妹と二人で出かけるな。いや、妹に嫉妬しなくてもいいだろう。ちょっと待って。ダメだって、妹と二人で出かけちゃう。あ、どういうこと？ちょっと変わって、私が言う。怒ってる。あ、ちょっとお前、もしもし、お兄ちゃん困ってるんですけど、困らせないでもらえます？え、なんかこの女がさ、ブラコンロリ声ぶりっ子とか言ってきた。そんなこと言われたのか。おい、お前妹の悪口言うな。お前より妹の方が100倍可愛いからな。フランスパンみたいな顔しやがって。帰れバカ野郎。帰れ帰れ。もう別れたよ、今日で別れたよ。行くぞ、もう行こうかよ、行くぞ早く。